車だけでこんなまとまったの初めて。使ったのはシャンプー、トリートメント、ミネラルコンディショナー、体に使えるオイル、この4つだけ。カットだけで髪質が変わるかっていうのをやってみますね。ドライカットとかないですよね、したこと。はい、ないですね。そうですよね。ドライカットで、しかも乾かして髪がまとまるって、ドライカットを何回もした人ちゃんと多分分かんないと思うんですよ。普通来たばっかりドライカットで切る人ってまずいないんで、美容師さんで。濡れた時から乾かす時よりもう乾いたまんまだから、今の状態で良くなったら実際シャンプーして乾かしたらもっと綺麗に収まります。うん、長さ狙った通りですね。ここの広がりはね、後で乾かしたら多分もっと全然収まるんですけど、この時点で触ってみてよ。広がり全然ないです。ないですよね、はい、パサパサどうですか。あんまない。そう、なぜか、すいてないから。すごい、ここにいっぱいすくから髪の毛はこの状態からすきますよね。動くとこいっぱいできるじゃん。だからまとまらないんですよ。そうなんですか。さっきまとまらない一つ目、美容院は見た目を作るとこであって髪質を良くするとこじゃない、はい、傷んだらやっぱり広がりますよね。そこに髪が動くようにしたらどうなります。もっと傷んじゃうとか。そう、広がっちゃう、まとまんない。だから美容師さん最後ブローするじゃん、はい、自分の場合は乾かしだけでまとまるようにしますねって言ったのは、少しは軽くなるようなパサつかないすきばさみを使わないカットをちょっとするんですけど、すきばさみを使ったりとかいっぱい軽くしてしまうとまとまんなくなるっていうから、キーワードとしては、はい、重いから軽くしてくださいは絶対ダメなんですよ。ダメです。 逆効果ってことですか。逆効果です。私の軽くするやり方はですね、ここを切る、はい、これだから濡れてたらこれできないんですよ。あ、これドライだからできるんですね、なぜかというとドライだともう厚みが分かるじゃないですか。正面から見た時にどこが広がってるなっていうのが分かるんでこれができるんですけど、あ、これまだ来た状態でまとまりは悪いですけど、そう、触ってみます。すごいサラサラだし軽い。この段階でついてないですよね、まだ、うん、そうね、馴染みはまだ悪いですよ。来たばっかりのこのロングの状態で切ってるんで、これ洗ったらやばいです。まあ後でちょっと微調整はしますけどね、もちろん。これをすくんじゃなくて切る。すきばさみ使わないでカットされたことあります？いや、ないです。どうぞ触ってみて。すごい軽い。サラサラですよね。すかなくてもこうサラサラにできるんですよ、うん、今まだちょっとこうパサッとしたのは少し出たんですけど、それはどうやったら髪が綺麗になるかっていうのは、さっき一つ目、美容院は髪型を作るところであって髪質を綺麗にするところではない、まあ、私の場合は髪質を綺麗にするところの美容院なんですけど、髪質改善専門美容師なんで、うん、なんですけど全然違うと、うん、で二つ目は綺麗にカットする、三つ目はなんでパサつくのか、家で使ってるものでシャンプー変えたりすると髪質変わりますよね、うんうん、でオイルつけるとサラサラなものあれもはベタつくものもある、うん、ってことは髪につけるもので髪質は変わるんですよね。で髪につけて裏見ると肌荒れした場合は故障をやめなさいって大体書いてるんですけど、肌荒れするものがいっぱいあるんですよ。現に私今全然切れないんですけど、昔めっちゃ手荒れしてた、うん、肌荒れするものは髪につけると髪も痛む。そう、実はね、傷むケア剤、シャンプー、トリートメント、洗い流さないトリートメント、スタイリング剤、いっぱいあります。気をつけましょう。はい。まあ、こっちもじゃあ、きれいに切っていきますね。本当に適当に乾かして、なるのかどうなのかって、切っていきましょう。はい。じゃあ、今これ、シャンプー、トリートメントで洗った状態ですね。ちょっと引っかかり、どうですか？ちょっと出ますよね。いつもトリートメントしたらどうですか？いつもは、引っかかんないです、いつも。そうですよね、はい、そう、シリコン剤だと引っかからないんですよ。あ、私のシャンプーで洗うとオイルが入ってても蜂蜜が入っててもノンシリコンだと引っかかります。だからシリコンの方がツルツルになるってことです、うん、でもこれでいいんです。引っかかって、うん、でもこれで皆さんああダメだってなるじゃないですか、うん、そうじゃないです。この状態で、うん、まずこれで毛先から溶かします。すぐ
取れます。取れますよね、簡単に、はい、あのね、パドルブラシ、プラスチックのパドルブラシが絶対に必要だ、はい、でこれで濡れた状態からこういうふうにあの溶かしてもらって、この状態で初めて乾かし OK みたいな、乾かして OK っていう感じですね。じゃあそこにシリカが入ったミネラルコンディショナーと体に使えるオイル、さっきあのね肌につけても大丈夫って言った体に使えるオイルを一緒につけていきますね。じゃあこの状態で本当に適当に乾かしたら何なのか、はい、やっていきましょうか。まあ、ちょっとね乾かすとこはあの飛ばして早送り的な感じなんだけど、やらせじゃないんだよみたいなでも多分ね見てて分かると思うけど、本当に適当に乾かしてるみたいな。普通の美容師さんこんなやったら、まあ前向きでこうやって話してるからいいんですけど、前向きで話さないでこうやって乾かしてたら、え、この美容師さん大丈夫かなって思いますよね。自分はね自信があるから、こんな適当に乾かす。もう何人も同じことやってるんで、どうしたら髪が綺麗に収まって、どうしたら髪が綺麗に伸びるのかっていうのを知ってるから、まあ、だから、じゃあ皆さん、本当に美容院は髪型を作るところであって、髪質を作るところではないっていうことは、もうやっぱりしっかり覚えていてほしいかなと思います、はい。だから自分は髪質改善専門美容師なんだよっていうことね、うん、本当に適当に乾かしましたよね、はい、うん、しかも下から、はい、っていう状態で果たしてまとまるのか、ちょっとドキドキみたいな。めっちゃまとまり早いどうしてみていいですか、はい、え、すごい全然引っかからないとか、もうめっちゃサラサラ、サラサラですよね。まとまりどうですか。え、髪のまとまりもすごい、うん、一瞬でまとまった感じ。そうですね、まだちょっとまあね下の微調整は必要ですけど、はい、これ来た時にね切ってすいてもなくて、ですよね。でもアホ毛みたいなところちょっとこう触ってみて、え、なんか全然なんか違くないですか。はい、さっきめちゃアホ毛あったのに。そうですよね。あとこうやってかき上げてもらって、根元の入りどうですか。なんか しっかりしてる感じ。そうそうそう、それがミネラルです。しっかりしてるけど、はい、なんかつる一番最初の入り、はい、根元が一番綺麗。そう、その入り。すごい。めちゃサラサラ。そうなんですよ。そんなに変わるんです。ただこれまだこんなもんじゃない。乾いた髪つけたんですよ。さっきは根元につけたんですけど、はい、乾いてる状態で根元につけてもいいんですけど、髪が結構吸ってしまうんで、あの見た目を変えるんだったら乾いた時で、髪質をあのしっかりしたかったら濡れた時っていうふうに、まあ、教えてるんですよね。ということで今あのミネラルコンディショナーつけて、乾いた髪にもう一回つけて乾かした状態がこちらです。どうぞ触ってみていいですか。手でなんか自分の髪じゃないみたいなサラサラ感。そうですよね、はい、しかもついてないで、まあちょっとまだ微調整必要だけど、めっちゃまとまって内巻き入ってないですか、はい、何もしてないよね、簡単に内巻きになってなってますよね、はい、そう、これが私のカットです、うん、じゃあそれをどうぞ。表面ブラッシングして、そうですね、そうそう、上からこうやって溶かして、はい、後ろも溶かして、うん、溶かしたら今度中に入れて、これを中に入れて、こっちの手でこう押さえて、そのまま真下に落とす。ブロー終わりです。すごい、一瞬でまとまって。やばくないですか。はい、え何も必要ないかな。アイロンいらないですよね、はい、アイロンは自分の技術にはいらない。まあコテだったらね、ちょっともうちょっとやっぱりこれより
もう少し上に上げたいんだったらこれ固定必要です、はい、でもこのぐらいの内巻きだったら実はすかずともカットだけでできます。これちょっと正面から見てほしいですよね。どのぐらい内巻きが本当に入ってるかちょっとこっち見てもらっていいですか、はい、そうですね、ここ綺麗に内巻き入ってますよね。そう、このぐらい乾かしただけで違う。これやばくないですか。本当にすごい。乾かしただけでこんなまとまったの初めて。これが通常の寄せとやってることが全く違うんだよっていう意味です。使ったのはシャンプー、トリートメント、ミネラルコンディショナー、体に使えるオイル、この4つだけ。っていうことは、使うもん間違えなかったら、適当に乾かしても毎日これになるってことです。ここで美容師さんがブローして、一生懸命ブローして、ブローするやり方のテクニックを教えてもらってるんですけど、自分の場合は、使うものを間違わなきゃいい、ただそれだけなんで、はい、毎日使うものを間違わなければ髪型って崩れないんで、使うものは値段はするかもしれないですけど、結果コスパはそっちの方がいいです。日々使うもので髪まとまらなくなったって言って美容院行って、で美容室で施術してやっぱまたパサパサで何か買ってって言ったらずっと悪循環なんで。はい、じゃあちょっと綺麗に切り終わったっていうところで、もう最後ちょっと触ってみてください。めっちゃサラサラで本当に本当に来てよかったですね。はい、綺麗になりましたね。本当可愛くなって、でこれだったら、うん、まあ綺麗に伸ばせるかなっていうのと、今日も使って本当にツヤツヤで、うん、まあ少しね痛みはさっき引っかかってるっていうところから治らないっていうのは分かったと思うんで、使うものがすごい大事だよっていう、はい、一回やっぱり、髪の毛傷んでしまったものは治らないっていうのは、やっぱり皮膚は傷を負っても治る、これは血が流れてる、血液が流れてるから治るんですけど、髪の毛は血液流れてないんで、やっぱり傷んでしまったとか切るしかない。でも中にあってる栄養成分は外から同じようなものをつければ、とりあえず同じような髪が本来の動きはしてくれる。でもやっぱ洗ったら元に戻っちゃうんで、どっから髪質を変えるかっていうのは根元から。ね、このやっぱりいつもこう切れてしまうんだっていうね、アホ毛が出ちゃうんだっていうのも私の髪質改善でどうやって変わっていくかっていうのはこれから1ヶ月後、2ヶ月後でわかる。それはやっぱり自宅で、まあ、シリカミネラルをつけるということなんですけど、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って、2年後にはいや本当すごいことになったねみたいな話が取れると思うんですけど、まあ、ちょっとね、2年めっちゃ長いんで、意味をちゃんとしっかり分かってもらって、はい、使うものとやっぱ今後だからカラーリングとかどうしようふうにしたらいいか、髪が多分強くなったらやっていいとは思うんですけど、今の段階ではやっぱり1回2回と縮毛矯正でもう引っかかっちゃうんだっていうのは分かったと思うんで、なるべくまずやらない、うん、やるんだったらどうやってやるかなんですけど、ということで今回まあ本当に、髪がきれいになるかっていうところを、いつもカラーリング2回と縮毛矯正して引っかかってるお客さんに来てもらって、実際に乾いたまま切ってで適当に乾かして本当にまとまりましたよね。うん、指取りも、ね、良くなったんで、まあ皆さん、髪は諦めず本当に綺麗になるっていう誠実と意味を持って正しいものを使ったら、本当に綺麗になれるのを今回実践して体験してもらったのかなっていうのが分かったと思うんで、これからもっともっと綺麗になれるんじゃないかなと思いますね。はい、では今日はこんな形でちょっと終わろうかなと思います。あ、ブローしてないね。まあいいか、ブローはいいか。こんなに可愛くなるんだったらもったいなくないって話だよ。失敗じゃない、なんかやって傷んでパサパサになったねみたいな。こんな髪切りになったことないです。マジで。